こんにちは、中山雅史です。今日は J2 リーグ第21節アルビレックス新潟戦について話していきたいと思います。前半に関しては1点取り、そしてしっかりとブロックを組んで守備を固め、そこに相手が攻め込んでくる、そこからまた、それを奪ったならばカウンターにつなげてまた追加点を奪う、まあ、セットプレーで3点目も奪って、前半に関しては3-0 というね、素晴らしい出来のスタートだったんですよね。ただ、早い時間に点を取ったがゆえに、ちょっとその点を守ろうとしていたっていう気持ちもなきにしもあらずかなっていうところが伺えた試合でしたね。まあ、あの1点目はね、サイドのところで松本雅也がいいタイミングで飛び出してるんですよね。その飛び出しにしっかりと合わせた伊藤大樹のスルーパスも素晴らしかったですし、それをしっかりと運んでいき、中も何人か詰めていたんですけれども、その人たちをおとりに使ってる部分もあったんですよね。松本雅也がペナルティエリアに侵入する、そこに出すよ出すよ出すよという姿勢を見せながら、右のインサイドで逆のサイドネットを打ち抜くというね、非常に、頭を使った技術もしっかりとそこに打ち込むというね、それが合わさったシュートだったんじゃないかなとは思いますね。相手のボールを奪ってから、そこから攻守の切り替えが早かったですよね。山田裕樹がそのままボールを前に運んでいるんですけれども、その時に大津祐希が左サイドをぐーっと駆け上がってるんですよね。そのフリーで駆け上がってることによって、そこに山田裕樹からパスが出てるんですけれども、その時に中にいた鈴木優斗とルキアンですよね。その2人がペナルティーエリアにこう侵入していくわけですよ。クロスボールに対して、そのクロスボールを狙おうとして入っていくんですけれども、ディフェンスもマークには来てたんですけれども、どっちつかずのディフェンスをしていたんですよね。その時に鈴木優斗がニアに走ることによって、そのディフェンスがそこに釣られて、ルキアンがフリーになっているという、まあ、チームがしっかりとした攻守の切り替えからカウンターを仕掛け、そこから確実にゴールを決めるというね、素晴らしい形からの2点目でしたね。まあ、3点目のシーンはね、フリーキックから相手のクリアボールをしっかり拾ったというか、浮いたボールを大津祐希がそのままダイレクトで打とうとしたんですよね。で、当然シュートを狙って打ったと思うんですけど、若干当たり損ねたという形でボールが前にこぼれたんですけど、そのこぼれ球に対していち早く反応したのが、森岡陸なんですね。まあ、あそこにポジションを取ってたのは当然フリーキックだったんで、前に、ポジションを取っていたんですけれども、その反応の速さからキーパーが出てきたところをしっかりと見て、ゴールに流し込むというね、そこもしっかり落ち着いてましたよね。非常に頼もしい、選手かなとは思いますね。まあ、前半に関して言えば、相手が来るところ慌てずしっかり対処していく、一人がチャレンジに行く、そのカバーにも行く、スライドもできている、そういうね、素晴らしい戦いが前半はできていたなっていう印象はあります。ただまあ後半はね、どっちかというと相手にボールをこう保持されていて、その相手のパス回しに対して、いや持たせてるという場面すごく多かったんですよ。ただそういう場面でもしっかりとしたスライドをしたり、いろいろな動きをすることによって多少疲労が溜まってきた部分もあったかなっていうのも見て取れたんですよね。相手に持たせておくところと奪いに行くというところの、そのメリハリですよね。そこをもっとはっきりするべきかなっていうものは今も感じています。まあ、相手がバックパスしたり、横にパス繋いだりっていうところもしっかりディフェンスのブロックを組んでいたならば、あ、ここは回させている、相手に持たせている、持たさせているっていう思いの中でこう対応できていればいいですし、落ち着いて、それに対処できていければいいんですけれども、相手がバックパスやその横パスしている間に、あ、これ取りに行くのかどうするのかって、全体がしっかりとこう意思の統一が図られてない時に個人個人で行ってしまって、その子のほころびを突かれている部分もありましたから、そういうところをもっともっとそのこと細かにね、チームとして戦っていかなければいけないかなっていうものは感じますね。前半に関しては攻守ともにやろうとしていることが非常にうまくできているっ
という印象はありますね。ただ後半に関しては非常に相手にボールをこう保持され、そこで走らされている部分もあったなっていうものは感じましたから、これから夏場の戦いになっていきます。そうなってくるとそういう体力のその勝負っていうものも重要になってきますから、そうなった場合のためにやはりボールの保持率ですよね、支配率を高めていきたい、自分たちでしっかりとボールをキープしながら攻めにこうアクセントをつけてゴールを奪いに行きたいですよね。ボールを持っていれば、相手に対して、プレスをかけなくても追わなくても進みますし、自分たちの思いの中でボールを回していく、逆に相手を疲労させることにつながるようなね、ボールキープをボール回しをしていければそれが理想ですし、その中で相手のほころびを見つけてそこにこうくさびを打っていくであったり、そのディフェンスの裏を狙うであったり、そういう形になればそれがベストだなとは思います。まだまだ改善する点は多いですし、そういう点を改善していくところでまたチームの強さも加わっていくのかなっていうものは思っていますね。この新潟戦で、J2 リーグ前半戦が終了したわけですけれども、とりあえずは首位でターンできたっていうことは喜ばしいことなんですけれども、まだ半分しか終わってないんですよね。ここからの半分、この先の半分がね、もう本当に勝負の時だと思っていますし、ここで浮かれていてもしょうがない。ジュビロ磐田が目指しているのは最終的にどこの位置にいるのか、まあ最低でも上位2チームに入らなければ J1 には昇格できないわけで、そこが最終目標であるということなんで、そこに向けて一戦一戦大事に戦っていくだけですね。 J2 リーグ始まった時には2連敗からのスタートですから、そこから考えればここまで持ってこれたっていうのは安定した戦いができてきたのかなっていうものは感じれるんですけれども、さらにここから引き締めて戦っていかなければいけないなっていうことも感じてます。次節はレノファ山口戦ということでね、前半戦でホームで敗れてる相手なんですよね。やはり2度同じチームに負けるわけにはいきませんし、こちらがアウェーにはなるんですけれども、その中でどれだけ自分たちのやろうとしていることですよね、ディフェンスにおいてもオフェンスにおいてもやろうとしていることがどれだけグラウンドの上で展開できるのか、その準備をしっかり整えて敵地に乗り込んでいきたいと思います。まあ、伊藤洋輝がね、このアルビレックス新潟戦を最後に、ドイツに、旅立っていきましたけれどもね、まあ、非常に1対1に、強さを発揮してますし、体も晴れますし、気持ちも強いですからね、とにかくドイツでトップを目指してもらいたいなと思いますし、本人もやる気満々で、出発していきましたんでね、期待したいと思います。